然ですが皆さん、大剣という武器をご存知でしょうか？圧倒的な火力に加えて、ロマンのある狩り技たちに囲まれつつも、かっこいい名前の名刀が多く存在する武器種ですよね。でも、そんな彼らの中にも、名前だけが先走ってしまい、性能が明らかに追いついていない名刀も多く存在しているのです。そこでですね、今回はその悲しき定めを背負ってしまった大剣たち10本を、ランキング形式で紹介したいと思います。すまん、それねぶたでよくね、と言われたら歯ぎしりして耐えることしかできず、普段採用候補どころか、生産すらためらわれる彼らのこと、時々でいいので、思い出してあげてくださいね。それでは早速解説に移りましょうか。まず、ランク付けの基準について先にお話ししておこうかな。今回は大剣の最終強化だけに焦点を当てて、いかに名前のかっこよさに性能が見合っていないのかを、解説しながら紹介していきますよ。ダブルクロスは最終強化までできる大剣がとても多いので、上位3本あたりは、決めるのも難しい激戦区となっております。そんな大剣たちのギリギリのランク争奪戦を、どうぞご覧ください。まずは、第10位の発表です。第10位はこちら、アセンション、です。エクスキューションと呼ばれる、ドンキのような体験の最終強化ですね。アセンションは和訳すると昇天、という意味なのですが、高い攻撃力を台無しにする、素手緑の切れ味に加えて、あって損しかないマイナス回心 5% に、申し訳程度のスロット1個、とどめに、匠をつけても白ゲージが出ません。見た目も名前も気に入ってしまえば最後、ウキウキしながら攻防で強化を繰り返し、最終強化のこの性能を見て、昇天せずにはいられない、という逸話も残されています。他にライバルの多い無属性でありながら、スキルで補いたい場所が多く、モンスターを昇天させるなら他の体験の方が上手なんですよ。悲しすぎる。ただ、攻撃力が高ければそこそこダメージが入るのが体験なので、性能面では弱いというより微妙かな、と感じ、10位に落ち着きました。むしろアセンションより下の体験があるのが問題かな。第9位には、最強ブレードがランクイン。最強が真顔で対応するレベルの攻撃力に加え、最強が鼻で笑うレベルの切れ味を、スロットさんは完全に例の体験と被り、あちらは最強のこの体験より最強です。おまけにただのステッキの介護官という、恐るべき最強さに草も生えません。上位互換が存在する最強とは一体、アセンションと同じく微妙な性能で、尖ったところもない彼がなぜこんな名前なのか。正直1位でも良かった気がしますが、性能が中の下なので9位かなと感じました。ただ、腐っても最強の体験ですから、生産に割を負債の天秤を要求されます。要求素材は一挙前に最強クラスなのが本当に、消せない。さてお次は第8位の紹介です。第8位は、極性強剣ガルガロア。中に心をくすぐられる、センスを感じる名前ですよね。ただ、性能に関してはくすぐられるところはないんですよね。強いて言うならスロットが2個あることかな。属性値が低い、攻撃力が低い、素手紫ゲージがあるけど短すぎる。ハンターが使用する場合、この30区を背負う覚悟を決めなければなりません。ただ、紫ゲージが維持できれば中の下中くらいの強さはあるので、8位という位置に落ち着きました。なぜだ？なぜこんなに体験で廃化せない特徴ばかりなんだ？第7位はこの体験、バスティアンです。バスティオンが要塞という意味で、バスティアンはその鉛のようなものらしいです。攻撃力も高い上に高い防御上昇特性を持つ、と説明文に書いてあるので、守りを固めて攻撃の隙を伺う、要塞という言葉がぴったりですね。とはお世辞にも言えません。防御プラス40は低くはないけれど、この数値で要塞を名乗る場合、防御力向上委員の方々が書き込みに来るでしょう。副委員長のグレンウォルゼニス氏はプラス50という高数値であり、ネブタジェセル委員長はあの性能でプラス60という化け物です。また、スロット例のバスティアンにはない、ネブタ氏のスロット3を生かされて、防御スキル追加などされたら要塞どころか黒曜石の絶壁です。硬すぎます。防御面でもスロットでも上がいて、かっこいい和訳も、俺のが要塞似合うよね、の一言で論破されてしまう悲しさ。名前に防御力が追いついていないランキングは、間違いなく彼が1位だと思います。バスティさんは泣いていいんじゃないかな。さて、早くも6位で固有体験の登場です。6位は、神滅体験ある、ゼボア？髪を滅するために宿した、高い有属性と長い紫ゲージ、スロットも2つ搭載とはすごいな。固有体験の名に恥じない性能じゃないか。いや攻撃力どうしたの？名前も見た目もかっこいいのが、この体験の罪なところですよね。これだけ属性が高くても、攻撃力が低かったらモスに黒真珠です。切れ味も、今作は紫ゲージが弱体化した上に体験ならこのぐらいでも十分なところ、やけくそみたいに全振りされているので、これでは何を召したいのかわかりません。数ある有属性体験の中でも、ひときわ微妙すぎて目立ちませんね。神どころかガブラスを召するのにも最適ではないこの性能。名前のインパクトも含めれば、6位という位置がぴったりだと思います。アルレボさん年々弱くなっていってないか？さて、ここまではまだ性能が普通な体験ばかりでしたが、ここから四面楚歌になるのは間違いないでしょう。第5位は、最攻撃銃剣ジェブラク。
激獣剣という文字からは想像もできないような低い攻撃力を持ち、属性値もそんなに高くなく、爆破属性どころかきつい爆弾を抱えています。たけってもテスカデルソルに乾杯する激獣剣、果てても通常ブラキの体験に乾杯する激獣剣、語れるほどの良さが一つもなくて、これ以上何も言えることがありません。彼の悲しみに満ちた背中を、私たちはいつから眺めるようになったのでしょうか。名前に反比例して、性能がどうしようもないぐらいどうしようもないです。なので、この体験は5位で間違いないと思います。彼だけはスロット3で良かったんじゃないかな。それでも変わらないんだろうけど。第4位は、宝石剣グレッサタニオ。宝石剣ということで、高い氷属性を持っていますが、それでもただのマグロより低いのはどういうことなんでしょうか。冷凍した魚類と比べて、攻撃力にも大して差がないとなると、宝石剣の名前はマグロが持っていた方が違和感がないかも。ズバシャーンマックスには名前のインパクトでも乾杯。特徴が体験には全く噛み合わなくて、氷属性武器の中でも下の方、いろいろな部分に彼のやりきれない思いを感じ、4位という位置に落ち着きました。彼の前であの属性体験もどきの話は、絶対にしてはいけません。いよいよベスト3の紹介ですね。第3位はこちら、将来剣、キリンテイ。モンハンの中ではかなり有名な体験ではないでしょうか。どんなハンターも、この名前を見たらまるで雷に打たれたかのように、使いたい衝動に駆られてしまう、という逸話も存在しているほどです。性能ははい、もうどうにでもなれというような雷属性全振り、スロットはなし、会心率もなし、攻撃力もかなり低く、お約束の長すぎる白ゲージ持ち、雷体験最弱クラスでありながら、強化ごとに王や帝という名を冠してしまい、矛盾を直そうと前に進んだら矛盾する、という反比例っぷり。彼はハンターの背中で眠れる日が来るのを夢見て、今日もボックスで眠るのでしょうね。次会う時は攻撃力300超えのビップになって帰ってこいよ。約束だからな。もはや伝説の竜の名前が入っているとは思えないこの一本。トップ3を決めるなら、こいつがいなきゃお話にならないぜ。第2位、ミラバルカンシア。爆破属性は全部中1位。スロット3に加えて会心率は 30%。その全てを水に流してしまう、まさかの攻撃力260。伝説の竜の名が入った剣なのに、なぜアロエやマグロより攻撃力低いんですか。武器の強化に失敗したとしか思えないよ。一応高い属性値と会心率を活かして、エリアル運用することもできますが、爆破がしにくくなった途端、一気にヒノキの棒に早変わりします。体験として生きるにはあまりに貧弱で、伝説の竜の名を背負うにもあまりに貧弱。ですが、説明文を見るとこんなことが書いてありました。真紅の刃による壮絶な一撃は、人々に極上の絶望を与える。壮絶な一撃がこの剣で出せないから困ってるんでしょうが、そんなだからこれはアカンシアとか呼ばれるんだぞ。この剣こそ起源にして頂点、初代モンハンからハンピレイを体現し続けた生きる伝説。第1位、風流剣、滅一門。もはや何も言えない攻撃力270、高すぎて怖い竜属性86、切れ味は普通で会心率は 0%、GQ では大して変わらない防御タス30、申し訳程度にスロットが1個、と、属性以外に良いところが見つかりません。会心率が0なせいでエリアルでも微妙、使うなら匠タス2が必須でこれまた微妙。総じて、アルレボアよりも需要がないです。というか使うところがないんです。唯一輝けそうなミラルーツ相手でも、同じ匠が必須な断骨体験には、これだけのスキルを持ってもダメージ1しか差をつけられません。ちなみにあちらはまだスキルを追加できますし、なんならため切りすればホイホイ抜かしていきます。無属性大剣の方が上手に風流できていて、下から数えた方が早いぐらい弱くても、名前を変えずに風流剣であり続けるその姿。やっぱ男だよ、あんた。見た目を好きな方も多く、ネタ体験として愛されてきた風流剣は、結局ダブルクロスでも担がれないのであった。名実ともに、君がナンバーワンだ。君は、僕を名前の通りに使いこなせるか?と、使うハンター側が試されるのが今回の体験たちです。適正なスキルや肉質を見極め、狙った部位に攻撃できる技術を身につけ、知識と腕が揃った時に初めて、彼らはネタとは思えない代物に成長してくれます。使い手次第で性能が激変するこの体験たち、腕試しに一度背負ってみてはいかがでしょうか。ちなみに私は全く使いこなせませんでした。現場からは以上です。ではでは。